ちは。今日の動画は、刺し子を、ご紹介したいと思います。今刺している刺し子の、今刺している刺し子の紹介と、オーマイ布店さんで購入したものを紹介していきます。はい、まず購入品から。こちらは、アユフィッシュさんの刺し子、刺し子付近のフローというやつですね。これはね、ちょっとプレゼント用に買ったんですけど、とちゃんと綺麗にね、ラッピングもしてもらったんですけど、ちょっとこの、そういえばね、一回紹介もしたかったし、この仕立てをね、仕立てだけは仕立てを終わらしてからプレゼントしようかなと思って、じゃあこうラッピングを開けて紹介しています。はい、こちらですね。これをだるまの刺し子糸の215番、紺色と208番緑と217番のグレー、この3色で、これもしかしたらもうこのまま私このままちょっとプレゼントしようかなと思ってたんですけど、まあ自分でもしかしたら刺して一旦プレゼントして感じですかね。ちょっとそこはまた考えてみます。一旦この仕立てだけはね、済ませてからプレゼントした方がもしね、ミシンとかなかったらプレゼントする人がね、ミシンとかなかったら手縫いとかになっちゃうと思うんで、一旦自分で仕立てを済ませてから、まあそのままこの、おお、これだ、コラ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 、追っかけごっこして、刺し子のこのまま材料としてプレゼントするか、まあ自分で刺してプレゼントするか、ちょっと考えてやっていきます。はい、これで3点で1000円ぐらいですかね。はい、いつも行っている大前布店さんが、猫店というイベントをやられていたので、ちょっと顔を出しに行ったついでにちょっとプレゼント用で買ってきました。はい、なんかね、この紺と緑とグレーとか紺と緑と白とかの色の組み合わせが好きなので、それで刺すとなんか追っかけごっこしてる。やめなさい、ほらやめなさい、追っかけごっこしてますね。これを買ってきました。はい、丁寧にやめて、丁寧にロッピングしていただいてありがとうございます。いつもお世話になってます。はい、次は今刺しているフキンの紹介ですね。はい、こちらはバラベスクさんのなんだっけな、名前がと、こちらは鉛筆、だるまの刺し子付近の鉛筆と消しゴム、新しいやつですね。ちょっと前に刺してた、雨の日と一緒に新しく出た鉛筆と消しゴムというやつです。これは、オリンパスの細い糸で刺しています。はい。こっちがちょっと真っ赤と、こっちがちょっとくすんだ赤というかの色です。ちょっともう帯がないので色番がちょっともう覚えてないんでわかんないんですけど、紹介できないんですけど、オリンパスさんの細というやつですね。はい。これが何
だったかなって、これはわらべすくさんのこちらですね、一目刺し花吹きの十字刺し2代わり米刺し鎖つなぎというやつですね。はい、縦と横、裏はこんな感じなんですけど、縦と横が刺し終わって、今斜めを刺しているところです。同時にね、この2枚を同時にこっちを刺したりこっちを刺したりしながら、なるべくね、飽きないように。ずっとなんか追っかけごっこして、いつもね、花ちゃんが追っかけられ、コタに追っかけられている感じなんですけど、仲良しなんだけどたまにね、運動会が始まるので、うちはね、猫が2匹、はい、保護猫ちゃんがですね、コタは保護猫で里親になって、花ちゃんはまあそれも里親募集さんで見つけて、里親になった感じですね。でもう一匹はね、黒芝のうーちゃんがはいいるんで、毎日3匹がドタバタしてるんですけど、動画をね回し始めるとね、なんかそれまではね静かなのに、不思議とね動画を回し始めるとね、決まったように運動会が始まって、なかなかね動画が撮れなくて大変なんですけど、今日はね朝から、はい、ゆうちゃんちょっと待ってね天気が良かったので朝散歩に行って、家のことを済ませてから隣のね町のにあるお前の店さんにちょっと顔を出して、あとはね、隣の町にある東海さんがね6月2日で閉店になるっていうのでね、ちょっとそこも一度は行ったんですけど、またもう一度ねちょっと見に行こうかなと思って行ってきて、ケイトもねちょこっと70% オフのねケイトをちょっと買ってきたのでね、また紹介する、今日はねもうこの刺し子のスピット動画にしたかったので、まあ、ケイトの紹介はしないんですけど、またね次回の動画ででもね買ってきた、まあね7割引きっていうのはねもうだいぶ安いんで、1000円のものが300円で買えるっていう感じのセール、もう閉店セール、完全閉店セールで、もうねなくなっちゃうのは残念なんですけど、また少しねだいぶもう経過とかも少なくなってガラガラな感じで、なーにちょっと待ってYouTuber さんが動画に上げてたやつを見て、ね、買いに、東海閉店になるんだと思って行こうと思って行った時にはもうね欲しかった、あ欲しいなと思っていた人はもうねほとんどなくて、はいちょっと待ってるんですよ出してほしいのかな、今お部屋、自分のお部屋にいるから出してほしいかもしれない。
なんですか。はいはい。ごめんね、ちょっと待ってね。ここは周りだから。欲しかった系統っていうのはね。ちょっと待ってね、はい、今回はあまり長い動画は撮れなそうですね。もう限界が、もうちょっとあと何分かで限界が来るかもしれない。欲しかった系統は、そうそうそう、欲しかった系統は、浜中のフォームが欲しかったんですよね。いろんなフォームにもね、細いのとかちょっと太めのやつとか、あとは草木染めみたいな糸とかあって、ちょっと欲しいのがあったんですけど、もうそういうのはね、もう特になくなっている感じで、なんかもうなかったんですね。フォームもね、玉がちっちゃいけど、やっぱりオーガニックコットンの糸なのでね、ちょっとやっぱりお値段もね、高めのお値段なので、7割引きだったらね、本当に欲しかったんですけど買えませんでした。片付けてる感じで縮小されてて、もうだん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 、ああやっぱり本当に閉店なんだなって感じの店舗で、もう店内がそんな感じになっていましたね。もうとうとうね、近所にある手芸屋さんは
さんはねあるから、刺し子の材料とかはすごくもう月1ぐらいのペース、月1、2のペース、1、2回はいかない、月1回かな、月1回ぐらいは行っていろいろ情報を仕入れたり、店主さんとお話ししてこれをこうこんな感じで刺すといいですよみたいなお話とかさせてもらって、腹筋刺し子を買い物とか欲しいものとかね、糸とかバーもオーマンの店さん、オーマン店さんがあるので全然賄えるんですけど、毛糸はねもうパンドラハウスさんしか買っちゃうとか、なんかすごくね800円ぐらいして、80円ぐらいする糸がね260円くらい、260円、今300円、税込みだと300円ぐらいで、ね、買えたり、すごくね安く買えるのはいいんですけど、やっぱりお店がなくなるのはね残念ですよ。結構ねウィスターさん、東海の、オリジナル糸のウィスターっていう、なんていうのかな、会社名というかウィスターのなんとかみたいな毛糸はね結構好きだったんですけどね、しましまの毛糸とかね、靴下を編むしましまの毛糸とか、靴も可愛いのが出てたし、ミックスロールがね、本当にいろんなミックスロールが出て、ミックスロールも好きだったし、すごく好きな糸だったんですけど、まあその私が住んでるところはもう閉店になっちゃったけど、宮崎市内の東海さんは閉店しないみたいなので、そこに行けば。猫は2人で2匹で追っかけごっこして運動会してて、柴犬の黒柴のふーちゃんは部屋から出して出してってワンワン言ってたんですけど、ワンワンは言ってない、あんまりねそこまで知らない人は来ないかもしれない、そんなにワンワン吠えるタイプじゃないので、静かではいいんですけど、とにかく抱っこしてほしい柴犬ちゃんなので抱っこは大変です。はい、では今日この辺にしようかな。こういうね変わりなんだっけ、すぐ名前忘れた、十字刺し2、変わり米刺し、鎖つなぎっていうわらべすくさんのね、寄せ模様ではないけど、
刺し方をちょっと変えることによって刺したり刺さなかったりっていうところを作ることによってこの裏を見たら分かるんですけど、基本はこの十字刺しなんですよね。十字刺しをアレンジしていっている感じの布巾ですね。これを赤いオリンパスさんの細い糸で刺しています。それと同時に刺しているのがこちらの、これもね可愛いんですよね。なんか昭和レトロな感じがして、この色も選んだちょっとくすんだ赤みたいな色もね、昭和レトロっぽくて可愛い布巾になりそうです。鉛筆と消しゴムも刺し子布巾を同時で刺しています。はい、今日はではこの辺でまたなんか出してほしそうなのでちょっと遊んであげたいと思います。はい、今日は購入品と今刺している布巾2枚を紹介しました。またねこれが両方刺し終わったらまた動画でちょこっと紹介できるといいかなと思っています。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。Thank you.